でっかい箱が届いた。でっかい箱が届きましたよ。で、中身がこちらですね。庄司、ちょっと来て。ああ、見えんね、今日は。あ、見えた。庄司、なんか新アイテムが届いたって。でっかいでっかい新アイテムが。このでっかいクーラー、何これ、庄司。入る？入ってみる？どうやって開けるか分からん。まず、開け方やね、問題は。ここにパッチンがあるき、パッチン、はい、ここもパッチン。パッチンはね、ステンレスでできてますね。で、で、横にもパッチン。庄司、横にもパッチンあるで。で、開けます。オープン。はい、こんな感じだね。こんな感じだね。説明書が貼り付けられています。これ45リッター、60リッターの説明書共通で、私のこれが45リッターですね。70センチの45リッターね、ややこしいね。軽量モデル、一番安いのです。多分ね、釣り具屋に、500円玉貯金持って買いに行きました。ね、予算まあ2万5千円。そしたら釣り具屋に行ったら、高い高い4万5万のクーラーしかなくて、あれそんなはずないのになと思ったら、このグレードが高いのしか置いてなくて、でお店で買おうと思ったんですけど、まあ、在庫もないしお金もないし、断念して帰ってきてアマゾン注文というわけです。ありがとうございます。高いのと安いの何が違うかって言ったら、グレードは3つぐらいあって、これは、まあ、氷入れて45時間持ちますよってやつですね。で、高いのがここは60になったり80になったりしますが、45時間って2日ですよ。約2日だいたいね、釣りってね、もう早朝行って昼前には帰ってくるんで、これで十分じゃないかなということで一番安いのにしました。あとね、蓋がすごく丈夫だと書いてたんで、大人2人座っても大丈夫だそうです。確かにね、取っ手なんかもしっかりしてますよね。なんでこんな空洞になっちゃうか分からんけど、まあ、ロックもしっかりしてるし、あ、なるほどね。まあ、横のロックはこうやってあんまり使わんでもええし、しっかり蓋したかったらしっかり蓋しようという感じですかね。ここがステンレスになってますと、こうですね。こうですね。はいはいはい。はいはいはい。とっても軽くていいですね。ですね。で、ストラップをかけるところもあるけど、ストラップはついてないと。そう、なんか、まあね、使わなきゃね、ストラップもね。で、水抜きの線があると。こういうことですね。水抜き線があると。はい、半ビネリですね。で、持ちやすい大きいハンドルが両方にあると。こっちにもあると。これは上に向いたまま止まるのがいいですね。これがプラーンってなったらめんどくさいんでね。で、蓋にはなぜか数字の書いてないゲージがあります。これで長さを測れって言いたいがやろうけど、数字が書いてないですね。しかも、あ、こっからここまでが20センチか、うん、これが1、2、3、4、5、5やろ。だから20、40、60、70センチ分のメモリがありますね。購入記念なんで、ちょっと何回も開けてみましょう。パッパン。で、洗うときは蓋も取れるようになってるけど、ここに鎖があるんで、取るときはこれも取らないかんけど、ここはワンタッチで取れるかか。ここはスプリットリングで止まっちゃうか。これがないなったときにどういくかね、この蓋が。バキーっていくやろか。ちょっと後でのけてみますね。
なんかこんな感じ。キャスター部分がこうなってるね。ちょっと説明書を見てみましょう。です。蓋の外し方をちょっとね見ておかないかんと思うんで、蓋の外し方ありました。まず1、チェーンワイヤーを外します。2、内部のレバーロックを矢印の方向に解除します。2番、内部のレバーロック、これ矢印の方向に解除します。3番、蓋が外せるので洗いやすくてメンテナンスが快適ですということですね。取り付け方は逆ですね。ジョイント部分を本体にセットします。カチャッとはめてロックを押し込んで取り付け完了。なんせロックがあるということですね。やってみましょう。ロック、これですね。これを。ああ、外れた今。ああ、なるほど。こう外れます。え、つけるときはどうやってるか。え、ちょっと待って。外すときはカチャよね。つけるときはロックを押し込んで取り付け完了です。蓋をした状態でかな。外すときは開けて外して、つけるときは蓋をして、ここの飛び出てるこれをこうやって押し込んで、ああなるほど。逆にこっちからは外せれんき、外すときはここからこう、簡単やん、押すだけ。これで外れるろ、外れるろ。今チェーン外してないけど、外さんけどね、外れるろ。でつけるときはここを、あ、むずい。むずくない。つけるときはこの溝にはめて、あ、はい。ほんで、こうか。あ、簡単やった。なるほどね。このチェーンの取り外しよね、問題は。チェーン外してみろ、これ一回。これを、こうか。え？こう、チェーン外しました。こうやろ？このチェーンを、はい。こう外した、はい。チェーン外しても蓋はこの角度で止まるからね。けどあんまり無理に開けるとこのプラスチックがパキッといくので、ここ気をつけましょうね。無理にやらないように。で蓋を外していこう。向こうこけていかないように持っちょって、パチパチ。あ、簡単に外れた。簡単に外れました。で逆につけるときは多分こう蓋して、これを蓋して、かぶせただけの状態がこの状態ね。ちょっと隙間空いてますね。かぶせただけの状態、この状態ね。これをきちんと溝にはめる。溝にはめた。はい、これ今溝にはめた状態。簡単に行きましたね。で押し込む、はい。でこっち側も押し込む、はい、行きましたね。なるほど、これで行きましたね、はい。これであと鎖を忘れずにしないと向こうにバッタン行くかもしれないんで、鎖をつけましょう。鎖をつけましょうね。鎖をつけるときはつけるのは簡単ですね。こうです。蓋つけますね。蓋そのままやったら届かんき、ちょっと片手で締めちょって、ここでもこのままキュッとキュッと、はい、これだけですね。これで OK ですね。はい、こういう感じになってます。うん、なるほど。じゃあこれに早速今から大根入れていこうと思います。もういい。これ見て、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 
大根、お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 大根、これお大根、はい、正直見て、これお大根ね、入れちょこうね、クーラー入っちゃった箱にね、お大根入れてね、ちょっとクーラー届いたで、じゃあ開けたらお大根入ってたドッキリしたいと思います。じゃあお大根パッキングしとこうかね。乗っかるんじゃないぜ、上に乗っかるんじゃないぜ。正直、じゃあ帰ってくるまでキングクリムゾン、見て、正直やられた爪痕ある。ガサガサって。わぁ、綺麗。写真も撮らないけど。うん、開けた。開けるね。さてさ、クーラー、蓋、破れる蓋、蓋に気づかすけど、そんな外に入刺したら。中入っちゅうやき。さーっと。もうかも。さーっと。もう引っ張って引っ張ったら破れるかな。あ、箱がいるわか。怖っ。怖っ、これ絶対クーラーの札いくわ。そんなに浅いの。はい、何危ないわけ。ちゃんと片付けてこい。はい、開けて。はい、ありがとうございます。あはは、今跳ねのけられたね。なんかめっちゃ曇りないけど。なにこれ、ちょっと曇り。え、曇りこれ、え、大根でした。え、こんなの大根 TikTok であるわ。お大根でした。本物はこれやし、本物は外にあるんで今から持ってきます。じゃん、こんな、あ、衝撃の大根。これってみたいな、これ見せたわ、どうか。気持ち悪いだよ。はい、それが本物です。わー、綺麗。え、もっとタイヤは片っぽだけやけど、シュガーの方を持ち上げたら動かせる。あのさ、重くね、これさ、もっとさ、あのさ、ここがさ、長くてこんくらいでポンってできると思う。はい、開けて、開けれる、開けてるよ。右側にパッチンが2個あって、横にもあるけど、青いかもパッチン。あ、そう、せーの、あ、こっちや。え、で、で、通りで重いと思った。何が入っちゅう。ブリ2匹。これ見て、ブリ大根、これが本当のブリ大根。ちょっと大根こっちやな、大根持ってもってきて、ブリ大根取る。これやりたいだけだよ、これがやりたいがために俺釣り頑張ってきたよ今日。ダサいね。はい、これが本当のブリ大根。いやー、ブリ大根。シュガーの筆箱だ。ね、これシュガー、今このシュガー、シュガー今この筆箱で行くわ。ダサ。いや、いいやん、めっちゃブリが釣れる時ちょうどいいやんね、うん、今の時期はもうこのブリ大根。あ、見てこれ、ブリ大根人間みたいなさ。待ってね、これ。そう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 、ブレイコン人間。値段の方は動画のリンクに貼っておきます。はい、いい、直して。動画の説明欄にリンクを貼っておきます。そういうことです。さあ、次はどちらの動画をご覧になりますか。こっち、こっち、こっち、やっぱこっち。どっちの方が面白いかな。まあ全部見ていただければ嬉しいと思います。飼い主の皆さん、いつも本当にありがとうございます。ありがとうございます。使ってます。